こういうふうな、失敗、こういうふうな、金属を使用した、車止めですね、まあちらもまだ設置してますけども、本当はああいうこういうふうなものは石柱でいいんですよ、石の柱でね。で、ちょっともう少し、ここ岡和駅の近くなんですけど、もう少し北の方行きますね。次の信号、あちらの方の交差点のところって、もう根元、金属錆びて、空洞、もう、そこの方がなくなってきてるんですよね。だから、そういう風な形で、無駄に金属を使用しない、できるだけ石、石柱を使うと、まあ、そういった形が望まれます。先ほどのところから、登ってきました。で、この地点のことですね。もう錆びてしまって、中空洞化してるでしょ。こういう風にこうなっちゃうんですよね。錆びていって。だから金属なんか本当に使用しちゃダメ。もったいないから。その分穴掘らなきゃなんなくなって鉄鉱石求めて。で、地下が穴だらけになって。で、一斉崩落が起きて地震が発生する。もうこんなことずーっと昔から繰り返してる。GDP 世界第3位で地震があれだけ発生してる。日本でさえ。この低たらくですよ。いつまでも物を覚えようとしない。